慣れてしまえばたわいない相手だね。そうね、学園に現れた連中よりもカローンたちの動きが規則的で単純に感じる。お前たちは被験体の？被験体？命の恩人の間違いだろう。恩返し、俺たちを所長代理様のところまで案内してもらおうか。近づくな、化け物！化け物？だって慈悲の心で助けて差し上げたというのに、ひどい言われようですね。まったくだ、こちとら右も左もわからねえ迷子なんだぜ。いいか、迷子センターに連れて行けって言ってんだよ。あ、そんな人相悪くて偉そうな迷子がどこにいるのよ。いやだ、中央地区にはタルタロスには近づきたくない。ケルベロスシステムが乗っ取られた。ファントムが溢れ出したらこの島はもうおしまいだ。なんですって、乗っ取られたってどういうこと？うるさい、そんなこと説明してる暇はないんだ。そこをどけ、俺は脱出用ターミナルへ行かせてもらう。やれやれ、仕方がないな。どうぞ落ち着いて。脱出されるにしてもお一人では不安でしょう。僕たちに目的地まで警護させてください。え？俺の目を見たな。瞳に映るはお前の主、尋ねれば答え、命じれば神戸を垂れ。スネークウィスパー。あ、 ID カードは持っているな。さあ扉を開けてもらおうか。はい、ご主人様。さすがはジャミルさん、手際がよろしいことで。このスタッフ、ケルベロスシステムが乗っ取られたとか言っていたわよね。どういうことか聞き出すことはできないの？スネークウィスパーはあくまで対象の意識を乗っ取り操れるだけに過ぎません。ジェイドのユニーク魔法のように対象自身から狙った情報だけをピンポイントで引き出すことは難しいですね。やりようによっては結果として似た成果を得ることも可能かもしれませんが。へえ、オクタビネルの副領長はそんなユニーク魔法を使うのか。おっかねえな。おっと失礼、口が滑りました。本人は言いふらしてほしくないようでしたので他言無用で願います。ご安心ください、レオナさん。ジェイドのユニーク魔法はレオナさんのように実力ある魔法師にとっては脅威になりえません。いざという時のためずっと伏せてきたのに。わざと口を滑らせたでしょう、ジャミルさん。さあ何のことやら。あんたたち、ここは幼稚園バスの中じゃないのよ。雑談はそこまでになさい。ともかくこのスタッフの ID カードと案内があれば迷わず管制室までたどり着けそうね。ええ、そしてそこまで行けば今僕たちが置かれている状況も把握できるはず。進みましょう。カローン班専用のパワードアーマー全機オートパイロットモードで稼働中。管理権限は俺と。職員らを攻撃、捕獲していると報告が。負傷者が出ています。技術開発部、格納庫の各種武器の状況は？技術性魔導回路を搭載したものは全て起動しません。つまり全部じゃないか。分解してでも動かせ。依然として外部への救援信号応答ありません。発電所と緊急脱出ターミナルへ向かったスタッフ、通信が途絶えました。レテノカーの構成データ、蓄積エネルギーともに分解を開始。ケルベロス再起動のためブルートフォースアタックのプログラムは走らせていますが、こちらははるかに上回る処理速度で起動コードを書き換え続けています。タルタロス内凍結システム解除、誘拐完了まで残り6時間16分。上層部はさらに誘拐速度が速い。3時間程度で第4層まで誘拐が進行する予測です。すでに第1タワー第12層収容所内でも誘拐が始まっています。第12層だと？ということは賢者のファントムが、タイタンズが目を覚ますのも時間の問題ということか。のブロッド濃度さらに上昇、汚染警報発令。オルト、奴の演算能力は人の領域をはるかに凌駕している。もはや我々に打つ手はないのか。
そんなにあっさり諦めてもらっちゃ困るわ。